WRX の S4 がここに。全然だってさっきと違いますよ。音が静かになった気がしますね。面白いね。はい、皆さんこんにちは。だけチャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、すごいです。まず車が、スバルの WRX の S4 がここに真っ赤な、かっこいい S4 が置いてあります。で、今最初看板映りましたよね。新井モータースポーツさんに来て、これ今ちょっとお借りしようと思っております。ということで、今日のゲスト誰かわかると思います。めちゃくちゃ緊張してます。よろしいですか。ラリードライバーの新井俊弘さんです。どうぞ、はい、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。いやー、嬉しいです、本当に。いやいやいや、すいません。小暮つながりでありがとうございます。今ね、小暮つながりって、小暮さんと、3人でご飯食べたのがきっかけで、まあ、こういう流れになったんですけど、はいはい、いや、ありがとうございます。まあ、今回ちょっと S4 でセブつけてやっていただきたいなと思うんですけど、もともとネックレスはもう長いじゃないですか。もう長いですよ、これ。長いですよね。何年使ってるの。もう10年以上だった。10年以上だと思います。はいはい、で、僕の記憶が確かなら、はい、日産の柳田悠人さん柳田パパねですよね、パパが僕連絡来て、トシさんに、はいはい、これ気になってるからちょっと送っといてほしいっていうのが確かきっかけだった。そうです、ですよね。あのホイールかなんかの集まりかなんか、そういう時だと思うんですよ。ね、面白くてね。そうですね。騙されたと思って使っとけって言われてはいみたいな話で。でもそこからじゃあつけてなんかいい感じなんですか。そうそうそう、だからね、結構ね、はい、まあ、結構悪くはないんですけど、はいはいはい、なんかね、たまにはまあ潜らったりとかするんですけど、はい、そういうのなくなって、はい、面白いですよ、ね。いや、だからもうずっとお会いしたことはなかったんですけど、まあ、うちの社員一同みんな、はい、あら、トシさん使ってくださってるっていうのは見てるじゃないですか雑誌とか動画で。で、去年ご連絡いただいて、はいはい、で、ルーパーがなくなっちゃったと。そうそうそう、実はね、一昨年でっかい事故やった時に、はい、多分ね、外されたか切られたかなんかされたんですよね。レーシングスーツごと言っちゃいますからね。そうそう、レーシングスーツはね、やめてくれって言って切られなかったんですけどその後覚えてなくて、気がついたらなくなっててどこでなくなったか分かんなくて。ちょっと比較的大きめだったやつですよね、はい、ぶつかった皆さん見ていただければ出てくると思いますので、はいはい、ちょっと大変だったんですけど、はい、まあ、その時に亡くなって、で、去年の私連絡いただいたんで、ちょっとこれはチャンスだと思って、はい、で、お届けに、はい、ご挨拶。だから私も実はまだ3回4回目ぐらいですかね。はい、なんでそんなにこう、ああ、トシさんだ、新井さんだっていう感じで、今カメラ持ってる入江なんか多分手がちょっと震えてますから。いやいやいや、なことないです、憧れる、はい、ねえ、もう北海道でラリーで、そうだよね、緊張します、本当だよね、だよね。なので、まあ、そんなこともありながら、まあ、ルーパーとか他のあれ使ってもらってて、今回初めてちょっと車の方、はいはい、車の方のセブってもちろんないですよね。ないないです。なんとなく聞いたことはありますか。そう、一回ね、はい、イエチにね、はいはい、どのぐらい変わるんだって、いや、すごいですよって言ってたんで、はいはい、でもね、実際使ったことないから分かんないじゃないですか。はい、だから どういうふうにすごいのって、いや、すごいから一回使ってみてくださいって散々言われたんで、全然そう、だからタクちゃんに、はい、今日報告しなきゃ。ああ、そういうことですね、わかりました。じゃあちょっとそのどれぐらいいけるかやってみたいと思いますので、はい、これからちょっとまずこの状態で私も乗ってみていいですか。はいはい、じゃあノーマルでちょっと、はい、ノーマルというかこの状態で一回乗らせてもらいます。はい、じゃあよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、ということで新井さん、これ、はい、この車は普段乗られてらっしゃるんですか。普段乗ってますね。これ結構会社のデモ車なんですけど、はい、結構この S4 はね、よくできてる車なんで、はい、普段乗ってても全然なんか乗りやすい感じがするので、はあはあはあ、はい、であんまり極端に改造もしてないんですよ。あ、そうなんですね。サスペンションノーマルのままで、はい、これボタン1個で硬くなって柔らかくなったりするやつなので、はい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 、サスは変えないでスプリングだけ変えて、はい、でそれもちょっとだけ車高落とすぐらいなんですよね。あ、遠見だから15ミリしか落ちてないんで、ほとんど普通の人は分かんないぐらいなんですよ。あ、そうなんですね。タイヤはちょっとね、それで大きくして、はい、で19インチ履かせて、はい、でだから乗り心地はいいし、うん、その突き上げもやっぱりノーマルよりも優しくなってるぐらいの感じのセッティングなんですよね。はいはいはい、確かにまあ、いわゆるスポーツカーに乗ってる感じが今このちょっと道悪いとこ走ってるんですけど、はいはい、全くしないですね。そうですよね。うん、そうだから、まあ、S4 乗ってらっしゃる人自
体が、はい、そんな若い人でガンガン走るっていうよりは、はい、ちょっとね、あの年齢がいっておとなしめに乗るんだけどちょっとたまには飛ばすよぐらいの人が多いので、はい、それにちょうど合うぐらいの感じではセッティングをしてるんですよ。ああ、そういうことですね、はい、いいですよね。アイサイト X ってこれ、はい、一番最終型のやつって、はい、あの本当に高速道路なんかで60キロ以下だと、はい、手離したまま運転できるんですよこれ。あ、だからそれがあるんですね、あの何でしたっけ、最終型の。はい、でそれなんで、うん、ものすごくね使いやすいんですよね。もうあの渋滞の時最高のやつじゃないですか。そうそう、寝てても平気みたいな寝ちゃダメなんですけど、ね、あれでも目ちょっとずらすとピピって言われますよね。そうそう、そうなんですよ、はいはい、なので、あ、でもそうなんだ、すごいな。結構新井さんのところでもこういう S4 のお客様とかもいらっしゃるんですか、やっぱり。そうですね、やっぱり何台かいて、はい、みんな結構ね、スバルが好きで乗ってくれてる人が多くて、はい、なんか WRX の STI みたいな走るっていうよりは、うんうん、どちらかというとちょっと、もうちょっと大人の雰囲気で乗りたいよって人が多いですよね、はい。これマフラー変えられてますよね。これ変わってますね。そうですよね。そうなんです。そうですよね。まあ、あんまりうるさいとね、うん、近所から文句くるんでちょうどいいぐらいのうるささ、はいはいはい。どちらのメーカーだとか。これ HKS さんで、ね、HKS さんで、はいはい。まあ、ちょうどこの辺全部今まあ、街中なんで、はい、このアスファルトのごとごととかがね、結構まあ柔らかいとはいえ、そうですね、はい、あるので、わあ、そうですね、いますね、はい。とまず最初、はい、戻ったら、はい、まあ、ちょっと今欠品してて申し訳ないんですけど、セブンのエアバルブキャップっていう商品がありまして、はいはい、それが今大人気なので、まずはちょっと足回りで、はい、ちょっといいですか、試していただいて、はいはいはい。だって、はい、足回りね、うちなんかでやるときって、はい、やっぱり乗り心地よくするってなるとね、はい、ショックの減衰力変えるかスプリング変えるかみたいな、はい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 。ということで、今はですね、はい、まずこのバルブキャップですね、これだけ4つ、はいはい、付け替えました。なので、まずこれだけで、はい、ちょっと一周もう一回いければと思いますんで、はい、はいはい、分かりました、はい、もう、はい、どうリアクションしていいかわからないと思うんですけど、そう、だからどんな変わるのかなっていうよろしくお願いします、はい、はい、すみません、行ってきます。最初だってそこの段差でなんか全然段差は来なかったような気がするんだけど本当だなんでこんなことになるの不思議だよね、はい、だって私ね、技術系の工学部なので、はいはい、なんでそれがどうしてそういうふうになるかっていうのを、はい、そのちゃんと頭で理解がしないと理解ができないんですよ、その、はいはい、だから機械なら機械的にね、これがこういうふうになってこういうふうになるからね、こういう動き方になるんですよって話になるじゃないですか。全然だってさっきと違いますよこれなんかスプリングの、はい、直巻きが可変になったぐらいの感じの違いですよね。あ、だからその初期のこの動きというか、はい、あれが吸収がすごく良くて、はいはいはい、でそのあの、ね、周波数帯で結構違うんですけど、はい、あとはタイヤの側面が、うん、うんと、その柔軟になったような感じの動き方ですよね。ああ、今ですか。そう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 。なんかタイヤ硬くするともっとゴツゴツ感が出てくるんですけど、はい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 、それが逆にそのコンフォート寄りのタイヤにすると、うんうん、もっと、ね、柔らかく出るじゃないですか。はいはいはい。その周波数帯がやっぱりそのサスペンションとは違うところなんですけど、うんうんうん、だからサスペンションよりはどっちかというとタイヤの方が動き効いてるかなという感じですね。はい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 。で結構ね、ショックアブソーバーの中のオイルを変えてもなるんですよ。あ、そうなんですか。柔らかさが出るんですけど、はあはあはあ、それよりはどちらかというと、うん、タイヤに近い感じかな。その周波数帯が多分そういう感じですよねなんでこんなに変わるのなんか感じ的にスタッドレスタイヤ履いてるぐらいの乗り心地の良さになる。あ、でもどうですか、そのなんていうか、スタッドレスみたいなふにゃふにゃ感はない。あ、ない。そう、ふにゃふにゃ感はない。あ、そうですか。それは結構大事ですよね、やっぱり。タイヤのちゃんとした剛性持ってるんだけど、はいはい、なんかね、そのここに潰されタイヤをここに潰そうとした時の力が弱くなってるだけで、はい、それ以外のところちゃんとした踏ん張りはちゃんとしてる感じ、うん、あ、じゃあすごく、まあ、言ったらちょっとこれに関してはいいとこ取りというか悪くないですね、全体で。はい、はいはいはい、ということで、はい、アレさん、はい、足回りの件はだいぶ楽しんでいただけたみたい、はい、だいぶ違っててたまげましたねネックレスぐらい感じました。感じネックレスより感じたちょっとそれはそれで微妙なんですけどまあありがたい、ありがとうございますで今回ちょっと戻ってきて、はい、うちの車用のエンジン系で、はいはいはい、
まずラジエーター、はい、これがラジエーターホースにつけるだけなんですけど、はい、これが2つつけました、はい、あとバッテリーの上に E バランサーっていう電気系のセブン、はいはい、あとこれコンピューターの横にもついてます、はい、これもあの電気系であのセブンのチャージをします、はい、であとこっち側が見やすいんですけど、はい、エンジンヘッドの上にヘッドバランサーという、はい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 、これが、はい、両左右についてます。でうちで、まあ、車初めてセブンをつけたいよって方でエンジン系だとこの3つの力のどれかを選んでいただくようなことが多いぐらいもう大人気の商品、はいはいはい、今回はちょっと新井さんなんでもう全部いっぺんにちょっとやらせてもらって、はい、行きたいと思いますので。すごいね、ヘッドにまでつくんだね。そうなんです、はい、なんでちょっとスバル車は、ね、ヘッドはつけにくいんですけど、ね、若干、はいはいはい、なんですけど、まあ、これでちょっと行きたいと思いますので、じゃあよろしくお願いいたします。はい、行ってきます。バルブもつけた状態ですので、はい、合わせて一緒に行きたいと思います、はい。なんか音が静かになってる気がしますね。はい、全然なんか違うような感じです、ね。はい。本当マフラーの音しかしないような感じですよね。はい。面白いね。ありがとうございます。なんか感覚的にはあれですね。はい、はい、高いオイルを入れて最初みたいな、うん、そんな感じですよね。大きいオイルを入れた後ね、やっぱり車がなんか嬉しくなったような感じがするじゃないですか。はいはい。なんか静かになってね、言うことも聞くようになったような。もう明らかに気分がいいですもんね。そうそうそう、はい、お前も嬉しいんかみたいな感じになるでしょ、はい、それに近いですよねこれね。高級車になったの。あ、どうですかそのボクサーのその水平対向の感じとか。そんな感じは全くなくなっちゃいましたね。いくらかね、あの盗聴というでもやっぱり完全な盗聴じゃないので、はい、ドロドロしてたのが全くドロドロ言われましたね。全然静かだってタイヤノイズが聞こえなくなってきた。静かにするとかってチューニングじゃできないもんね。ああそうですね、アクセルのフィーリングとかはどうですか踏んだ感じ。あんまりね踏まなくてもね、うん、スピードが出るのは確かなんですよ。ああそうなんですか。で、ま、さっきよりちょっと踏まないでいいぐらい。そう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 、あさっきより踏まないでいいぐらいの感じで、うん、車速は出てくるんで、はいはいはい、なんか変な感じなんですよね。あそう、自分の感覚と違う。そう感覚と違う、はいはい。ラリードライバーならではの感じじゃないですかね。こんだけ違うと違いますね。そうだから出だしはね楽なんですよ全然やっぱり。ああ量がそう全然、はい、さっきも少なくて済む。今みたいにコーナー曲がってそうアクセルパッて振った瞬間で、ね、はい、面白いね。どうですか乗ってて、その自分が好きじゃない方向には今行ってないですか。大丈夫ですか。好きな方向、好きじゃない方の方向に行ってないです、ね、もう全然あのいい方向ですか。そうそうそう。あ本当ですか。これだと長く持っていてもいいですね。いやありがとうございます。はい、ということで、はい、ありがとうございました。いやいやいや、たまげました。タクちゃんにちゃんと報告しなきゃ。いや本当嬉しかったです。まあ足もねもちろんあれですし、はいはい、全体的にすごく静かに、やっぱりそうなんかね車のね、うん、なんか高級感がね2ステップぐらい上がった感じです。うわ嬉しい。乗り心地は良くなるし、はい、静かになるし、なんかアクセルも 2.4 リッターか 2.6 リッターぐらいになったぐらいの感じの、はい、なんかレスポンスというか、はいはいはい、トルクになってるし、全体的にねその車の底上げ感がすごいです。わあ嬉しいですね、はい、だからちょっとずつなんですけど底上げされるとやっぱり気持ちいいですよね。気持ちいい。だ途中にちょっと高級なオイルパッと入れた時のあの気持ちよさに似てるなって言っていただいたんですけど、やっぱり車好きにはちょっとこうたまらないのは、ね、なんとなく分かっていったで、分かりました。ありがとうございます。なかなかこれね出そうと思っても出ないでしょ。あ、そうなんですよ。ぜひぜひ、ね、他の車でもいろいろとあの、はいはいはい、テストしていただければと思いますんで、はい、ありがとうございます。いやもう本当に今日はあの、新井さんのところに来れて嬉しいです。いやすみません、ありがとうございました、はい。ということで今回は新井俊博さんに、S4 でインプレッションしていただきました。はい、本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございます。